方が広いんじゃない？港区だけに小さい。足立区はこの福岡シティの形をしたら、余裕で20倍は広いんだ。世田谷なんかもっと広いんだ。足立区よりも広いから、うん、歩いても1日ぐるっと前がいい。時間かかるけど全部行けるの、シティは、この全部の、この全部の3倍ぐらいだね。またこう展示のあたりは、千代田区はちょっと広いよね。千代田区は一番スマート、そしたらそろそろ出てくる時は俺らで行くからしたんだけど、それぐるっと回ろうか。こっち行ったもんね。あ、まだ行ってないんだっけ。行ったか。こっち行ったよね。八浦さん、そっち行ったっけ。